日本からのゲストをご紹介しましょう。ベーシスト、アレンジャー、そして最近は作曲でも活躍されている後藤次利さんです。こんばんは。こんばんは。作曲割と最近始められたそうですけれども、ね、代表作としてはどんなものがあるんですか。今年ですと、最近ですと、あの渋垣隊の侍日本という曲があります。随分アイドルのタレントのために作ってるんですね。それは向こうから頼まれたりする。そうですね、やはりスタッフから依頼があって作ってるんですけども。アレンジでは代表作と言いますと。アレンジですと、まあ全部自分が作曲したのをアレンジしてるんですけれども、アレンジだけですとかなり遡るんですけど、沢田研二さんの時をとか。あ、はい、普通あのベーシストっていうと、バンドの中で、まあ、リズム楽器ですからね、ギターなんかに比べるとちょっとこう地味な存在っていうわけですけれども、そうですね、なんでベースをなさってるんですか。ですね、やはりベースはあの最近、昔ですと音色っていうのは限られてたんですよね。ところが今あのいろんなエフェクターとか奏法もいろいろ出てきましたし、あのレコーディングですとマルチトラックで自分で重ねていくことができるんですよね、はい、そうすると自分だけであのオーケストレーションというかいろんな面白みが広がってきたと思うんですね、うん、その辺が今もう自分取り憑かれてます。へ、今日あのこの番組のために2曲作っていただいたわけですけれども、はい、どんな感じになるんですか。1曲目はですね、あのスローなんですけれども、あのコンピューターにリズムボックス全部メモリーしまして、そこに僕がベースでコラージュ的に音を置いていくような世界で、はい、2曲目はあのグッとライブっぽくなりまして、あのこちら の, あの村田香織さんと中村ひろみさんと、はい、で僕の方からはあのいつも一緒にレコーディングやってる仲間でセシル・モンローと青山純2人のドラマに手伝ってもらって、やはりそれもコラージュ的なボーカルを置いたりとか、そんなような世界なんですけど、はい、それでは後藤次利さんの世界にご招待しましょう。